勇者の塔キングクロスか。本当に高い塔だね。やっと来上がったか、このノロマ。そっちこそハンデをあげたのに、まだこんなとこにいたんだ。なんだとてめえ、今ここで本戦に出られなくしてやろうか。あのね、二人とも熱くなるのはいいけど、絶対どっちかは優勝してね。私全財産を寝具か翡翠の優勝にかけちゃったんだから。イネス、それってまさかギャンブルゲルド主催の賭け？あれって違法なんじゃ。バレなきゃいいのよ。当たればグランプリの賞金の上に賭けの配当金で人生一発大逆転でしょ。でも万が一外れでもしたら、分かってるわね。ルフィ、イネス、野生のクマが獲物を狙うレベルの目の怖さだよ。見よ、これこそライオグランプリの決戦場、勇者の塔キングクロス。視力、体力、時の運、そして最高の勇気を持つ者のみが攻略可能な超迷宮。全ての参加者を倒し塔の頂上にたどり着いた者こそが世界ナンバーワン勇者となるのです。さあ本戦の開幕だ。いざ進め勇者たちよ。邪魔だよ翡翠。足りめえだ、邪魔してんだからな。もうあの子たち、私の話全然聞いてないわね。琥珀は高いところ苦手でしょ。ここで待ってなさいね。なお万が一負傷や死亡をされても当大会委員会は一切の責任を負いませんので、ご了承ください。死亡シング、お兄ちゃん、ち、誰かは嬢ちゃんを見てなきゃまずいだろう。おい娘子、俺たちも行くぞ。やれやれ、暴走する若者の先にどんな悲劇が待っているのか、面倒だけど見届けろか。ああ、俺は逃げんぞ、逃げんぞ。あたいも逃げないよ。あのトロフィーを絶対手に入れるんだ。俺は逃げない。この大会こんな凶暴な魔物と戦うのか。確かにちょっとやりすぎかもしれないわね。何言ってやがる。このくらいじゃなきゃ勇気を試す大会にならねえだろ。シング、お兄ちゃん。琥珀、ついてきちゃダメだ。お前は外で待ってろ。さあどうするよ。ここから先もまた別行動かい。仕方ねえ、琥珀を守るためだ。頂上までは一緒に進むぞ。だから、うん、最後には決着をつけるだろ。分かってんじゃねえか。頂上までだからな。邪魔だよ翡翠。息が上がってるんならその辺で休憩しときなよ。シング、あん、調子に乗りやがって。その隙だらけの背中、この層まで狙われねえよう気をつけろよ。お兄ちゃん、うん、なんだよ。おお、やろうってのか。どうしてそんなに二人とも。厄介だ。草シング、邪魔だって言ってんのが聞こえねえのか。ふん、聞こえてたって翡翠に従わなきゃならない義理なんてないだろう。うん、たが、でもまあこういう時にはとことんまでやらせてみるのも手かもな。お兄ちゃん、
シング、こいつら喧嘩ばっかりしても。そんなの聞こえないね。じゃあ琥珀の声も聞こえないのか。琥珀はあんたらを心配してこんな高い塔にまでついてきてるんだぞ。ありがとうベリル、私は大丈夫だよ。はあ、あのシングが琥珀の声まで耳に入らねえとはよ。今は好きにやらせるしかねえが。めんどくせえのが来やがったよ。厄介だ。
あそこのあれ。あった、優勝トロフィーだ。てめえ抜け駆けする気か。そっちこそ、あれは俺が見つけたんだぞ。お兄ちゃん、シング、やれやれ。でもまあ、あいつらの意地の張り合いもここで手締まいだろ。いやあ、遅かったね、ユウたち。待ちくたびれたよ。なんだ。いざ、華麗に決勝バトルを始めようか。飛行船を使うなんて反則じゃないか。うん、大会のロールブックには飛行船禁止なんてどこにも書いてないのさ。これぞルールの穴を見抜く知力プラス暇と金に明かせて限界以上に鍛え上げた体力。そして僕が飛行船で華麗に頂上へ着くと、ライバルたちはすでに疲れ切っているという時の運。全てを備えた僕こそまさにキングオブ勇者。何が勇者だ、ただの卑怯な変人じゃねえか。うん、ユウたちは分かっていない。この卑怯な作戦を堂々と行うのにどれほど大きな勇気が必要なのかを。そんなわけのわからないヘリクツ、どうでもいいよ。今すぐ琥珀から離れやがれ。こいつ、口だけじゃねえ。ちなみに僕のパートナーには琥珀を登録しておいて、僕と琥珀がビクトリーを分かち合う。ユウたちには華麗に全滅してもらう。華麗なるビクトリーをこの手に。見せてやる。行くよ。
には勝てないよ。残念だったな。力がみなぎる。よっしゃ。アンビリーバボー、僕が負けるなんてありえない。あってはならないんだ。こんな手を使うにはまさに絞り出すほどの勇気が必要。でも僕の名誉を守るためだ。なんだこの匂い。待てアーメス。そうはさせるかよ。最後まで卑怯な勇者様だな。総理琥珀、そして永遠にグッバイ。くそ、逃げられたか。でもこれで琥珀のスピルーンは取り戻したぞ。いや、まだ終わりじゃないぜ。そのスピルーンを俺とお前どっちが取り戻すのか。ああ、そうさ。どっちが琥珀の本当の勇者なのか、ここではっきりさせようぜ。やりすぎだぞ。シング、お兄ちゃん。危ねえ、少女。どうしていきなり魔物が。なんでだよ。まさか、さっきの粉の匂いがこいつらを呼び寄せてる。やばいよ。このままじゃシングとヒズイも魔物に。こんなところで俺死ぬのか。シンクとお兄ちゃん死んじゃう。そんなのダメ。Oh.
の像も。シングもお兄ちゃんも死なせない。一瞬だが、ジョーちゃんの瞳に輝きが戻った。あれがジョーちゃんのスピリアの力か。すごかったよ、琥珀。あのスピルーンで高いとこが怖くなくなったんだね。今も怖くてたまらないよ。でもそれでもシングとお兄ちゃんを助けなきゃって、絶対助けなきゃって思ったの。聞いたか、おめえら。誰かのために立ち向かう強さ、その強さがスピリアを鍛える。俺知ってたはずなのに。ああ、ただ突っ走るだけが勇気じゃねえ。そんなもの勇気でもなんでもねえ。琥珀の方が俺なんかよりずっとずっと本当の勇気がある。すごい子だよ、翡翠。ごめん、俺琥珀にいいとこ見せたくて調子に乗ってた。俺は昔から琥珀が本当の勇気のあるやつだって知ってたけどな。意地を張るだけの俺なんかよりずっとな。どうやらおめえら二人ともあのスピルーンの影響を受けちまってたようだな。身に染みたろ。おめえらがやったみたいな勇気はただ身を滅ぼすってこった。うふふ、確かに今回は琥珀が一番の勇者だったかもね。私もそれに関しては異議なしね。うん、ああ、まったくその通りだぜ。おっと、両チームが敗北を認めてしまいました。ということは今回のナンバーワン勇者ライオグランプリ優勝者は琥珀ハーツさんです。私が優勝？え、ちょっと待って、それとこれとは話が別でしょ。いいえ、ルール上敗北宣言は即時ギブアップとみなし、当大会委員会は琥珀ハーツさんを優勝者と認めます。じゃあ私の賭け金はパー？琥珀のソーマは私とは関係ないし。嘘でしょ、私一文なしだわ。皆さん、勇者の塔キングクロスを制覇した真の勇者の帰還です。琥珀が優勝なんだからトロフィー受け取っといてよ。皆様、盛大な拍手を。今大会の最高勇者琥珀ハーツさんです。なんですと。あっと、皆様お待ちください、ここで重要な情報が入ってまいりました。なんと琥珀さんはアーメス組として登録されていましたが、アーメス組の登録変更が参加締め切りの後になされていたことが判明しました。よって優勝は無効です。残念ですが今大会は優勝者なしという結果になります。優勝者なし？じゃあ賭けはどうなるの？わじゃあボンゴが当たった？実は僕ギャンブルギルドで優勝者なしに賭けてたんだよ。うっさー、すごい、うひゃー。お前さ、俺たちが出場してるのになんでそんなとこにかけてんだよ。それはストーリーには劇的な結末を求めるのが芸術家のサガなの。しょうがないだろ。でも優勝が取り消されてもさ、
俺は琥珀の勇気二度と忘れないよ。どうしたの琥珀？あ、熱があるじゃないか。大丈夫？まだ不完全なスピリアでいきなりソーマを使ったんだ。おそらく疲れが出たんだろう。そうね。じゃあ一旦ホテルに戻って休みましょう。翡翠兄さん、翡翠兄ちゃん、翡翠の兄貴。シング、どうしたの？仲直りの印にさ、翡翠を年上の人として尊敬してみようと思って。それにいつか本当のお兄さんになるかもしれないしね。お兄ちゃんがシングのお兄ちゃんに？いい度胸じゃねえか。その妄想一回ごとに2、3発ぶん殴ってやるからな。身のほど知らずでした。ゆっくり休める部屋を大至急お願いします。申し訳ございません。現在一般の部屋は満室でして、最上階のスイートルームは空いておりますが、こちらはお値段の方が。どうしよう。私に聞かれてもスイートどころかまともな宿代もないわよ。そうだ、ベリルは賭けで儲けた金があんだろう。その金でスイートを借りようぜ。でも僕そのお金で新しい筆と絵の具を買おうと思ってるんだけど。琥珀のために頼むよ。絵の具なんていつでも買えるだろ。そうだぞ、琥珀がかわいそうだろ。なんだよ琥珀琥珀って。ああもうわかったよ。これでいいんだろ。大事な琥珀をスウェットでたっぷり休ませてあげなよ。ベリル、ありがとう。とりあえずこれで一安心だろ。どこ行くんだよベリル。スケッチに行くの。琥珀が目を覚ますのを待ってるのはあんたらに任せればいいだろ。僕あんたたちのドタバタに巻き込まれてコンクール用の絵がずっと描けてないからさ。じゃあ俺も一緒に行くよ。あ、シング僕と一緒に来るなんてどういうつもりさ。ああ琥珀のために街で何か体にいいものでも売ってないかと思ってさ。なんだよ結局琥珀じゃないか。アホシング、もうついてくんな。僕は闘技場でこの街らしいスケッチを描いてくるからさ。え、何怒ってるんだよベリル。俺も行くってば。
ケッチならこの辺りもどう？ダメだね。こんな平凡な風景を描いてもコンクールじゃ目立たないよ。そうかな。俺は幸せそうな人たちがいっぱいでいいと思うけど。分かってないね。芸術にはさ、戦い、愛、勝利みたいなスペタククルなテーマが必要なの。この街のスペタククルな場所といえばやっぱり歴史ある闘技場。そここそ僕の描くべき場所だよ。なるほどな。でもスペタククルじゃなくてスペクタクルじゃないの？シンゴのくせに芸術に口を出さないでよ。思った通りだよ。この雰囲気いいね。いいよ。こんな誰もいない闘技場が絵を描くのにそんなにいいの？芸術ってわかんないな。この静けさの中に過去の戦士たちの強いスピリアを感じ取るのが芸術家なんだよ。そうか、強いスピリアか。じいちゃんにも言われたけど、俺はまだまだだな。シングはおじいさんに何を言われたのさ？憎しみで戦うな、強いスピリアを持てってさ。そうなんだ。それで琥珀を守ってやれって。え？でも守るどころか琥珀の勇気に比べたら俺のスピリアなんて独りよがりで弱かった。琥珀はすごいよ。まだスピルーンが欠けてるのにあんなに強いスピリアを。もううるさーい。何回琥珀って言えば気が済むんだよ。あ、何いきなり怒ってんだよベリル。なんだよ琥珀琥珀って。二人きりの時くらい他の話をしてもいいだろ。もうほう、仲間割れかメテオライト。こいつはインカ・ローズ。俺のじいちゃんを殺した仇だ。ああ、お前を殺すわけにはいかんのだ。だがここまで成長しているとは。後々のためには腕の一本も潰しておいた方が良さそうだな。シングに何すんだこんにゃら。バカ、逃げろベリル。あ、貴様先ほど仲間割れしていたのではないのか。そうか、あれは芝居か。ならば協力してもらうぞ。協力？ああ、そうだ。確かめたいことがあるのでな。お前は何もしなくていい。ただメテオライトの前でむごたらしく殺されろ。ほう、意外に丈夫だな。即死はしないか。ならばこれでどうだ。ああ、そういえば絵を描くとか言っていたな。ならば腕をもぎ取るか目をつぶすか。人は死よりも望みのない生を生きる方が
辛いと聞くからな。やめろ、やめろ、インカローゼ。やはりそういうことか。理解しましたぞ。さすがスイートルーム、いい眺めね。じゃない、闘技場が爆発したわよ。闘技場、二人が絵を描きに行くって言ってたろ。琥珀は寝てろ、俺たちで見てくる。私も行く。どこだ、出てこい、インカローゼ。シング、シング。俺は何よ。ベリル、しっかりしろ。どうだい、僕だってちょっとはスピリア強いんだぞ。うん、ごめんごめん、俺ベリルの大事な絵までめちゃめちゃにしちゃった。ああ、あの傑作に変わるだけの波乱万丈なデマをちゃんと提供してよね。貴様ら、動くな。帝国軍、いきなり波乱万丈すぎだよ。相馬使いども、今の爆発は貴様らがやったのか。人目を引くような真似をしおって、うん？可愛い方の少女はいないのかね。可愛い方？琥珀に何の用だ。ちょっとちょっと、可愛い方の少女で話をそのまま進めるなよ。帝国軍兵士。おいおい、なんだこりゃ、予想以上の状況だぜ。まさかスピルーンがこいつに。やめてくれよ、さらに状況が悪くなりやがったようだな。おお、なんだこれは。やはりその少女のスピルーンは特殊な力を持っているようだね。これは研究のしがいがありそうだ。どうだ君たち、取引しないかね。その少女の秘密を教えてくれれば、我々はゼロームと呼ばれるスピリアに住む魔物のデータを提供しようじゃないか。ゼロームの情報？気づいてるんだろう？デスピル病とはゼロームによるスピリアの汚染なのだと。実在した夢を喰らう魔物ゼローム、どんな魔物とも異なるスピリアに救う化け物ゼロームの秘密を、あいつらがどこから来た何者なのか知りたくはないかね。せっかくだけど断るよ。俺たちは自分で決着をつけたいんだ。ああ、てめえらなんぞに妹を任せるわけにいかねえしな。だとよ、悪いな。俺も個人的にはそそられる話だが、取引はなしだ。ったく、こんなにいい条件を断るなんてね。やはりバカを相手に交渉など無意味だったか。最初からこうするべきだったよ。おい、やべ。なんだこいつは。くっ、相馬の力でも押し返せない。何なんで。何か起
おかしな感じがする。誰が妹を渡すか。さすがに一体で総末会5人相手はきついか。少将、先ほどの爆発に気づいた結晶騎士どもがこちらへ向かってきています。ここで教会とぶつかるわけにはいかんね。仕方ない、撤収するよ。待て、コーネルピン。やはり帝国軍のコーネルピン少将が彼女の確保に動いているようですが、くれぐれもお気をつけよ。危うく鉢合わせになるところだったわ。知らせてくれてありがとう。それにしても軍が動いたか。これはピンチ？それともチャンスかしら。おっと、ではまたの機会に。あ、イネス、俺たち帝国軍ともトラブっちゃった。どうやらそのようね。まったく、教会に続いて軍にまで喧嘩を売るなんてやりすぎよ。ああ、今度こそ宮廷学会の道はおしまいかも。イネス、コーネルピンってやつが琥珀のスピルーンを持ってるんだ。追いかけなきゃ。コーネルピンがスピルーンを？彼はこの町の南西にある中央大陸最大の帝国軍基地、リグナトル駐屯地の司令官。リグナトル駐屯地、あそこはとても一般人が近づける場所じゃないわ。その心配ならいらないよ。 Everybody in the trouble の真っ最中のご様子。あ？何しに来やがった。てめえのせいで俺たちは死にかけたんだぞ。本当にソーリー。名誉と欲に目がくる。人として恥ずべきプレイをしてしまいました。その過ちを償いたいのです。ユーたちを僕の飛行船でリグナトルまでお送りしましょう。琥珀さん、飛行船乗り場で待っています。信じてくれという方が無理でしょうか。プリーズ、僕に償いの機会を与えてください。飛行船を貸してくれるのか。あいつ案外いいやつなんじゃ。何言ってんの。あんなやつ信用できないこと山のことしだってば。確かに飛行船なら検問に引っかかる心配もしなくて済みそうだけど、問題はあの男が本当に信用できるかどうかだな。でどうするよ。軍に見つからずに済む方法は多分これしかないと思う。考えててもしょうがないよ。道のあるうちはガンドコ行こう。乗り気はしねえが、他に方法がないのも確かだしな。飛行船乗り場か、行ってみるか。シング、闘技場で襲ってきた女魔導士って何者なの？なんだと？あの野郎が現れたのか。あいつは、あいつは女魔導士。イーカロースが現れたの。イネスも、あの女魔導士を知ってたの？ええ、運び屋仲間の噂で聞いたことがあるのよ。夢を喰らう魔物を従え、千年以上生き続けている女魔導士、インカローズ。千年？そりゃ絵本の話だろ。どう見てもイネスと同じぐらいの年だったかな。あら、女の年齢は見た目じゃわからないのよ。まあ、何歳だろうが、次に会った日があいつの命日だ。そん時は力貸してくれよ、イネス。ええ、任せて。でも驚いたな。琥珀ってすごく強かったんだね。ああ、ソーマがなくても琥珀は故郷の里で最強だったからな。里に熊よりでけえ大イノシシが現れた時も蹴り一発で沈めちまったんだ。以来いたずらした里の子供は琥珀に蹴られるよって叱られると途端におとなしく。もうお兄ちゃんのバカすごいよ。
琥珀の蹴り全然見えなかったよ。